はい、皆様こんにちは、友人でございます。本日もプラネットズーの続きやってまいります。前回はですね、こちらのドールシープさんたちの飼育をしましたと。相変わらず元気そうです。しかしですね、残念なことにお客さんが誰も来てないという問題が発生しております。ということでですね、今回のテーマはこちら、吊り下げ式ゴンドラでお客さんを運んでみよう。はい、今回はですね、お客さんを乗せて輸送することができるゴンドラを使いまして、このクリスマス村とお客さんたちが入場してくるこの入り口部分をつなげてみようと思います。そうすることできっとお客さんたちがですね、歩かずにあちらのクリスマス村の方まで多分来れると思いますので、試してみましょう。さあ、それではやってまいりましょう。まずスタート地点となるところを決めますか。そうだな、思い切ってこの辺りに作ってみるのはどうかな。とりあえずステーションを立ててしまいましょう。ちょっと高さある方がいいよね。このゴンドラに乗って上からこう下を眺める感じがいいのかもしれない。そこでちょっとこれぐらい高さ変えて、でステーションをちょっと伸ばしましょう。よいしょ、こんなもんかな。それで、レールを伸ばしてみましょうか。ちょっと高すぎる気もするな。それにあと支柱部分ですね、これが自動的に生成されて、こうしてアルダブラゾウガメさんのね、飼育エリアをね、侵食してるみたいですね。これ参ったな。ちょっとこういうのも考えないといけないのか。ちょっと高さを先に調整しましょう。ここに適当に歩道を作りまして、階段横に伸ばして、階段、こうしようかな。こんな感じでいいかな。で、ゴンドラの高さをちょっとこれに合わせるようにしましょう。イメージはこんな感じかな。どうでしょうかね。まあまあ高いぐらいですかね。そしたらちょっとこの高さでやってみましょうか。そしたらもう一度レールを敷いていきましょう。伸ばして、まっすぐにとりあえず伸ばしてって、このあたり木とか邪魔にならないかな。大丈夫かな。よいしょ。で、ちょっとこの辺りでカーブさせて、そうですね、ちょうどお客さんが歩いているこの道の真ん中、ここですね、真ん中に来るようにレールを伸ばしていきますと。よいしょ、よいしょ、よいしょ。で、ここは坂になってて、ちょっと、道路との高さが縮まるところです。まあでも大丈夫でしょう。この辺も上を通していきましょう。で、こうやって伸ばしてって、そうですね、あとでちょっとこの山のところに穴を開けといて、ここを貫通するようにしましょう。よいしょ、よし。じゃあこの辺りに、ステーションを立てましょう。そうですね、こんな感じで伸ばしちゃって、これぐらいでいいか。よし。で、今度はこれを、帰ってくるように一周つながないと、いけませんので、どういう風にしようか。そうだな、とりあえず今は何も気にせずに一周するように作っちゃいましょう。こうやってこうかな。で、クマさんのちょっと上を通る感じにしましょうか。クマさんとユキヒョウさんの上を通ると。よいしょ、だんだん暗くなってきたな。こうして、で、ここまで来たらこちらのオートコンプリートという機能を使いましょう。名前の通り自動でですね、一周作ってくれます。いきますよ、せーの、ほいと、ほい、出来上がりましたね。ではこれをつないで、はい、完成いたしました。はい、時間をお昼にして、ちょっとテストしております。こんな感じですね。あ、いいですね、なんか歩行者の上を通ってる感じが割と好きかもしれない。で、まだちょっとトンネルは作ってないんだけど、岩の山をぶち抜いて、で、クリスマス村へ到着という感じですね。なるほど、いいですね。そしたらゴンドラの数をですね、ちょっととりあえず10台ぐらい増やしまして、お客さんを早速乗せてみましょう。はい、オープンいたしました。早速ゴンドラを利用しにお客さんがたくさん来てくれてますね。せっかくなんで、私もちょっと同乗してみましょうか。はい、こちらがお客さん視点でございます。おお、すげえ。わあ、下がよく見える。いやー、感動的。わあ、うわあ、ちょっと事故も起きるけど、でもすごいや、これすごく画期的。ああ、ちゃんと見えるよ。あ、いいね、この賑わってる感じが上から見れるっていいな。
おお、一応動物さんたちも見えるね。あ、クマさんとかも見える、あそこに。いやー、いい感じ。うわー、突っ込むぞー。おお、お疲れ様です。クリスマス村に到着いたしました。いやー、いいですね。こんな感じで、お客さんはクリスマス村までね、自分の足をね使うことなく移動できると、いいですね。ただ肝心なのはこのクリスマス村にいるドールシープさんを見てもらうことなんですよ。ちょっとね様子を見てみましょうか。はあ、誰もいねえ。いやー、これはまさかの作戦失敗でしょうか。そうか、まだ村のインパクトが全体的に薄いんでしょうかね。まあ言われてみればね、その他ショップ類だとかも置いてませんし、ドールシープさんしかいませんしね、この村。うん、あ、ちょっと待って、まさか、あー、やだー、子羊ちゃん、子羊ちゃんが生まれました。いや、かわいい、めー、いや、かわいいわね。あ、なんかちょっと尻尾のところとかかわいい。やだ、ちょっと触りたい。ちょっとその尻尾触りたい。まあ、まだ生まれたての赤ちゃんなので、お父さんみたいな立派な角はこれから入るんでしょうかね。うん、楽しみですね。そうか、子羊ちゃんが生まれたか。それならなおさらちょっと頑張らないといけないですね、このクリスマス村も。うん。はい、それではですね、このクリスマス村に立ち寄ってもらうために、お客さんが利用できるあらゆる施設を置いてみましょう。その施設っていうのは具体的に言いますと、ショップですね、ショップ。そしたら先ほどですね、ゴンドラのステーションを作る都合で消してしまったこの建物をですね、別の場所に設置しましょう。そうだな、ちょっとこういうところに置いてみようかな。ここに置いて、でちょっと木とかどかしちゃいましょう。はい、こんな感じですね。それでこの建物の中にショップを設けましょう。で今回は、ドリンクショップを設置することにしましょう。ドリンクの中にもいろんな種類あるんですけれども、そうですね、このクリスマス村に必要なドリンクといったらどんなものがいいでしょうか。私のイメージとしてはですね、温かいものが欲しいですよね。うん、ってなると、こちらのストリートフォックスコーヒーが一番いいのかなと。そしたらストリートフォックスコーヒーをこの建物の中に設置で、あとは歩道をつないであげてと。うまくつながるかな、難しいかな、あれ難しいな、参ったな。歩道がうまく設置できない、おそらくこのゴンドラのレールの高さが低すぎるため、ちょっと干渉しちゃってる可能性があるんですよね。ちょっとね、また別の機会にそれは直しておきましょう。とりあえずお店が利用できるように、適当に繋いじゃいます。よいしょと。はい、こんな感じで、ごめんなさい、この辺りねものすごくね大変なことになってますが、一応道を繋いでお店をね利用できるようにしました。はい、ご覧ください。なんとね、作戦がうまくいったようです。ゴンドラからね降りてきたお客さんがね続々とストリートフォックスコーヒーを、利用してくれております。うん、なぜね今回ストリートフォックスコーヒーがねうまくいったかと言いますと、ちょっとこのお客さんの仕草をご覧ください。はい、はい、見てください。こんな感じでですね、お客さん寒そうにしています。もちろんそのはずなんですよ。なぜかと言ったらね、ここら一帯クーラーだらけですので寒いに決まってるんですよ。だから皆さんこうしてストリートフォックスコーヒーを利用して温まろうということなんですね。お客さんたちはですね、ストリートフォックスで買い物をしたついでに、どうやら羊さんたちを眺めるといった感じでございますね。うん、そうしましたらポイ捨てをされる前にですね、ゴミ箱を置いてあげましょう。北極のデザインのゴミ箱ございますので、これを設置で、ちょっと念のために他の場所にも置いておきましょう。よし、 OK です。せっかくなのでもう一つ、北極のデザインのベンチ、これも置いていきましょう。よいしょ、おー、すごいね。ちょっと背もたれとかね、ちょっと痛そうな気がするけど、ちゃんと座って、あ、早速利用してくれてますね。大人の男性2人がですね、ねー、まあどういう関係なのかは私は聞きませんが、もうちょっとベンチ置いておきましょうか。ここにも置くか。よいしょ、せっかくなので、教育ボードも置きましょうか。教育ボードをじゃあこの辺りに1個、ドールシープさんに設定して、そして募金箱もお隣に設置。はい、こんな感じですね。うん、いい感じです。そしたら今度は夜でもね見やすいように、松明をこんな感じで置いてみて、ここに置いて果たして見えるかどうか、
うん、ちょうどいいですね。だんだん暗くなってきました。夜になったらどんな感じなんでしょうか、見てみましょう。はい、夜になりました。そうだな、うん、残念ながらね、やっぱ松明の炎っていうんじゃ限界がありますね。全然羊さんたちが見えない。いや、こうやって見た時に、あ、奥でなんか動いてんなっていうのは、あ、そこにいたらね、真っ白になるから見えるね。そうですね、もうちょっと工夫しましょう。こういうスポットライトがあるんですけど、このライトを坂のところに置くとどうなるかな。どうでしょう。わ、なんかもう伝説の生き物みたいになってた。そうだな、このスポットライトはちょっと違うな。そしたらですね、こちらのライトを使います。こちらのライトはですね、周りを照らしてくれるタイプなので、これを例えば地面に埋めてね、こういう風に見せる。いかにも羊さんたちが移動しそうな場所にライトを置いて、彼らが夜でも行動しているところを見れるようにしましょう。で、あと飼育員さんたちが入るゲートのところにも置いて、はい、どうでしょうか。うん、見えるようになりましたね。いい感じです。はい、皆様いかがでしたでしょうか。本日はですね、こちらのゴンドラ施設を作りまして、お客さんたちがですね、こちらのクリスマスエリアに簡単に来れるようにしました。そしてそのおかげで、こちらのね、羊さんたちを見てくれるお客さんが、たくさんね、増えてくれましたと。もちろん羊さんだけじゃなくて、お客さん自身がね、温まることができるフォックスコーヒーも、建てましたと。今回のパートはですね、ちょっと短くて申し訳ないのですが、ただ一方でですね、嬉しいお知らせもあるんです。それが何かと言いますと、こちらですね、はい、新 DLC 南米パックでございます。はい、ついに来ましたね、 DLC 第2弾ですね。今度のテーマは南米ということで、南米に生息しているこんな動物、あんな動物がですね、たくさん登場するということで、私すげえ楽しみにしております。ただし、私の動物園全体の進行としてはですね、まだこちらの、クリスマス村が全然出来上がっておりませんので、南米パックの中身に触れるのはおそらくもうちょっとね、先の方になってしまうと思います。ぜひともね、その中身をすぐにでもね、使ってみたいところなのですが、皆さん何卒ご理解の方をよろしくお願いいたします。それで次回なのですが、ちょっとね、こちらのステーションどうやら少し高さが低いようなので、次回の動画までに高さを調節しておきまして、でステーションのね、建物を作っていこうと思います。建築会になると思いますので、皆さんそちらもぜひ、ご覧になってください。よろしくお願いいたします。それでは。